2018年10月18日、アメリカ・ウィスコンシン州ウォーソー。夜9時、ヘザー・ガードナーはベビーシッターに預けた息子を迎えに行きました。疲れて眠ってしまって、チャイルドシートに座ったままの息子ベンソン君に目を落とし、そう告げたベビーシッター。母ヘザーは微笑みながらシートを受け取り、帰路につきました。そして帰宅中、彼女がコインランドリーに寄った時、そんな。そう、ヘザーがベンソン君を抱きかかえると、すでに死後硬直が始まっていたんです。死んだ息子をそのまま母親に返したベビーシッター。彼女の家で一体何があったのか。到底正気とは思えないその女は、子供が亡くなったことを気にも留めていなかったんです。おさすけんちゃんです。いやーみやみかんないっす。というわけでね、ちょっと来月ラオス行ってこようかなと思って。何ライス？ラオスっていう国。ラオスって何？僕もね、一昨日知って。一昨日知った国に、はい、よくすぐ行くわね。面白い、面白いわね、人生。なんか調べたらラオスっていうちっちゃい国があって。うんうん、どこら辺？日本の西側にある東南アジアのちっちゃい国なんですけど。ざっくりしすぎでしょ、なんかメコン川とかが流れてて。ざっくり。で、多分ノリでしか行かねえなと思って、一昨日その国見つけて、一昨日飛行機取って。来月末ぐらい行こうかな。じゃああなた、ね、今何も知らない状況なのね。何にも知らなくて。うんうん、インスタでね、ラオスのおすすめの観光地教えてくださいって募集したら、一人しか来なかった。みんな行ったことないのよ。いいじゃない、いいじゃない。皆さんの中にラオス行ったことある方いれば、ぜひね、おすすめの観光スポットを教えていただければね、ちょっとヒントをいただければと思います。たこ焼き屋に行ってほしい。ひったくられるわ、俺。今回はね、ラオスとは関係のないお話。本日はアメリカ・ウィスコンシン州で起こった殺害事件。ベビーシッターが生後2ヶ月の乳児を殺害してしまうというとんでもない事件。ベビーシッターが？悲惨すぎる、それは。もうそれさ、事故とかじゃないの？これもう歴史としたね、殺人事件なんです。うわ。皆さんの中にもね、子育てしてる方で、子供をね、託児所とか、保育園とかにね、預けると思うんですけど、うん、いくら資格を持った人でもね、本当に信頼していいのかなって、そんな不安がね、良くも悪くもかき立てられるね、事件なんですけど、うん、そしてこの事件は母親の悲痛な救命措置の場面から幕を開けるんです。そしてその日、彼女が息子を任せたベビーシッターにはおかしな点が多々あったんです。冷たい体。2018年10月18日、アメリカ・ウィスコンシン州ウォーソー。お願いだから目を覚まして。コインランドリーで髪を振り乱しながら叫ぶその女性はヘザー・ガードナー。彼女は生後2ヶ月の息子ベンソン君を必死で心臓マッサージしていました。ベビーシッターからベンソン君を引き取り、その帰りにコインランドリーに立ち寄ったヘザー。そこで初めて彼の体に触れたヘザーは、眠っていると聞かされていたベンソン君が息をしていないことに気がついたんです。ベンソン、しっかりしてお願い。ヘザーは何度も何度も息子の名前を呼びますが、どれほど心臓マッサージを続けてもベンソン君は目を覚ましません。時間が経つごとに熱を失っていくベンソン君の体、どうにもならない状況に母ヘザーは絶望するしかありませんでした。元気だったはずなのに。ヘザーは長男とベンソン君をベビーシッターに預けたその日の夕方のことを思い返していました。よろしくお願いします。午後3時半、ヘザーはベビーシッターに2人の息子を預けました。保育園にまだ入っていない長男と生後2ヶ月の次男ベンソン君。ヘザーは幼い息子2人を育てながら働いていたため、たびたびベビーシッターを利用していたんです。安心して任せてください。母ヘザーに笑顔でそう答えたベビーシッターはマリッサ・ティーソート。5人の子供がおり、現在も妊娠中の彼女は子育てにも慣れており、安心して息子たちを任せられる相手に見えたんです。この時ティーソートの自宅は5人子供がいる割にはまるで誰もいないかのように静かでした。ただ出勤前で急いでいた母ヘザーはそのことには気がつかず、家に入るなりお気に入りのおもちゃを見つけて遊び始めた長男とティーソートに抱かれ、人懐っこい笑顔を見せるベンソン君。息子たちがすぐに馴染んだのを見て、ヘザーは完全に彼女を信用してしまったんです。まあ、海外の映画とかでさ、赤ちゃんベビーシッターに預ける場面よく出てくるじゃない。日本より海外の方が預ける場面、使用頻度とか多い気がするわね。アメリカではですね、国民の約半数がベビーシッターを利用してるんです。
そこで本日のメトラキーワード、アメリカのベビーシッター事情について。アメリカでは乳幼児だけではなく、小学校に上がってからもベビーシッターを利用する家庭が多数あるんです。これは連邦法により13歳以下の子供を一人で行動させることが禁止されているため、 FBI の調査ではアメリカで年間に行方不明になる子供の数は76万5000人、40秒に一人の子供が連れ去りや誘拐に遭っているという報告もあり、子供の単独行動は非常に危険とされているんです。そのため子供だけの留守番も許されず、登下校や習い事の送迎などもベビーシッターに頼む家庭が多いんです。さらにアメリカには育児休暇の制度がなく、生後3ヶ月ほどで仕事に復帰しなければならないケースが一般的。こうした事情もあり、2019年の調査では約 52% の家庭がベビーシッターを利用していると判明しています。ベビーシッターの T ソートに安心して息子たちを預けた母ヘザー、しかし T ソートが何の気なしに息子ベンソン君を返してきた時、彼はすでに冷たくなっていました。コインランドリーで息子の死に気づいたヘザーは懸命に心臓マッサージをし、その間一緒にいた妹が911へ通報。警察が到着した際、ベンソン君は灰色がかった肌をしており、噛み締められた唇は真っ青な状態。もはや手遅れなことは火を見るよりも明らかでした。ベンソン君の死亡を確認すると、すぐに彼を世話していた T ソートに事情聴取を行った警察。すると彼女は確かにこう言ったんです。そういえばお世話をしている時に違和感があったわ。 T ソートによれば、ベンソン君は急に眠ったかのようにおとなしくなったと言います。しかしその言い分は絶対にありえませんでした。なぜならベンソン君は頭部を複数回殴打され亡くなっていたから。検視の結果、彼の頭部には少なくとも3箇所の外傷がありました。さらにベンソン君は尾骨を骨折しており、相当な力が加えられたものと推測されたんです。いや絶対こいつ殺してんじゃないのよ。なんで恨みもない赤ちゃんをさ殴ったりなんかするわけ。この T ソートという人物はね、絶対にベビーシッターを任せてはいけない人物だったんです。そのことはね、過去の経歴からも明らかだったんです。要注意人物。母ヘザーが T ソートに息子たちを任せたのは、ベビーシッター歴が長く5人の子育てを経験している彼女なら安心だと考えたため。しかし T ソートはその5人の子供たちへの振る舞いにまず問題があったんです。2010年6月、当時 T ソートと暮らしていた恋人が帰宅した際、そこに止められていた車を覗いた彼は思わず目を疑いました。おい大丈夫か。炎天下の車内で顔を真っ赤にして滝のような汗を流していたのは、まだ1歳の T ソートの息子。なんと彼は蒸し風呂のようになったその車の中で一人で放置されていたんです。恋人は T ソートの息子を抱きかかえ家の中へ急ぎますが、 T ソートは家に息子を入れたがりませんでした。そう、彼女には5人の子供がいるのですが、その多くが虐待されていました。ヘザーが息子のベンソン君を預けに行った時、やけに静まり返っていた T ソートの自宅、それは子供たち5人のうち4人が施設に引き取られていたためだったんです。この時点で死人が出てもおかしくないレベルじゃないの。なんでこんな女がベビシッターなんかできるわけ。よくね、資格を取れたなと思うんですけど、なんとかうまくごまかして生きてきたんでしょうね。それね、ベビーシッターも当たり前の社会だったんで、預ける側にとってもね、日常なわけじゃないですか。だから警戒心が薄まっちゃってたんじゃないかなって思うんですよね。現に T ソートは以前にもベビーシッターの仕事中に問題行動を起こしていました。ベンソン君が亡くなる2ヶ月前の2018年8月、彼女に子供を預けた家族は T ソートを児童虐待で刑事告訴しているんです。理由は、彼女が世話をしている最中に女の子が顔に重傷を負い病院へ運ばれたため。ソファーから落ちて顔をぶつけただけよ。 T ソートはあくまで事故を主張しますが、その怪我は転落ではなく明らかに殴打されたものと診断されました。実は T ソートが起こした事件はこれが初めてではなく、2017年にも彼女が世話をした子供が顔面打撲と頭蓋骨骨折で搬送されているんです。当時は証拠不十分で不起訴となりましたが、 T ソートが預かった子供に暴力を振るっていることは明白でした。ちょっと顔と頭怪我してるってさ、ベンソン君と全く同じ状況じゃない。なんで2ヶ月前に刑事告訴された身で子供を預かれるわけ。預ける側と預かる側がね、個人間のやり取りだったからなんですよね。しかも T ソートはベビーシッターの仕事をしているっていうことをですね、母ヘザーに周りに言わないでって口止めしてたんですよ。でもこの時点で怪しいですよね。怪しい。T ソートが刑事告訴された事件は地元メディアにも取り上げられていました。そのネット記事を見ていた T ソートは、彼を預かった2時間半後の夕方6時頃、母親のヘザーにこんなメッセージを送っているんです。児童虐待で起訴されてて、本当は子供と接触してはいけなかったの。今日のことは誰にも言わないで。母ヘザーがこのメッセージに気がついたのは、仕事が終わり息子たちを迎えに行こうとした夜9時。メッセージが送られてからすでに3時間が経過していました。
こんなメッセージ送られてきた時点でブチ切れるというか、もうどうすりゃいいのって感じじゃないのよ。これひょっとしてさ、メールが来た時点でね、すぐに迎えに来てたら、もしかしたらベンソン君は死なずに済んだのかもしれないわよね、うん、ですがね、その可能性は低いと言わざるを得ない。なぜなら T ソートは母親のヘザーにメッセージを送った直後に非常に恐ろしい行動に出ていたからなんです。最悪のディナー。2018年10月18日午後6時半、 T ソートはボーイフレンドと共に預かった2人の子供を連れてファストフード店を訪れた。2つのチャイルドシートを店内へ運んだ T ソートとボーイフレンド。不思議なのは、 T ソートがベンソン君の兄のことはボーイフレンドに任せる一方で、ベンソン君のチャイルドシートだけは肌身離さず持っていること。ベンソン君は帽子を深くかぶせられ、その表情をうかがい知ることはできない。ハンバーガー3つ、あとポテトとドリンクは何にする？ T ソートはいつもと変わらぬ様子でボーイフレンドと楽しげに相談しながらメニューを選んでいた。当然ボーイフレンドは知る由もない。彼女が抱えているチャイルドシートの中のベンソン君がすでに死んでいるとは。ちょっと、普通に飲食店に死体持ち込める精神状態どういうことなの？普通ご飯なんか食べられないでしょ。 T ソートのね、異常行動はまだ終わりではないんです。母ヘザーの妹の通報でベンソン君が亡くなっているのを確認した警察は、翌日の早朝4時15分、 T ソートの自宅へ向かいました。 T ソートさん、いますよね、開けてください。何度もインターホンを鳴らしドアを叩く警察。しかし T ソートは一向に応答しません。警察はここからその家に強引に押し入りますが、いないだと。そう、 T ソートの部屋はもぬけの殻。実はこの時彼女はリゾートホテルで遊んでいたんです。T ソートのスマホの位置情報を取得した警察はホテルへ直行。ぐっすり眠っていた T ソートはボーイフレンドに起こされるとホテルにいた理由をこう語ったんです。泳ぎたかったのよ。ちょっとマジで何のつもりなの？普通さ、ベンソン君が死んじゃったの言い出せないからって言って何も言わないとかならわかるけど、リゾートホテルで遊んでたって何の悪い気もしてないって証拠じゃないこれ。普通ならね、母親にバレるんじゃないかって気が気じゃないはずっすよ、うん、だからそもそもまともな神経してないんですよ。警察がベンソン君のことを尋ねると、 T ソートは何のことかわからないとしらを切ろうとしました。しかしベンソン君が亡くなった時点で母ヘザーの妹が T ソートにメッセージを送っており、彼の死は伝えられているはずでした。スマホの電源が切れててメッセージは見てないわ。 T ソートはそう言い訳をしますが、スマホの位置情報をたどって彼女にたどり着いた警察にその言い分が通るはずはありません。彼女はどう考えてもベンソン君が亡くなっていることに気がついていました。その証拠に母ヘザーが迎えに行った際にはベンソン君を分厚い防寒具に着替えさせ、帽子を深くかぶせて毛布にくるまった状態で渡しているんです。その振る舞いはベンソン君が亡くなったことを隠そうとしているようにしか見えませんでした。取り調べでも言い分を2点3点させていた T ソート。最終的に彼女はイライラしてベビーサークルにベンソン君を投げ込んだと自供しました。ベンソン君の頭部の外傷は少なくとも3箇所。 T ソートは本当に彼をベビーサークルに投げ込んだだけなのか疑問が残ります。事件から3年半後の2022年3月8日、第1級殺人で有罪となった T ソートに下された刑は懲役40年。その判決はベンソン君以前に別の子供を怪我させた事件の刑も含んでのものでした。たとえベビーシッターや保育士の資格を持っていたとしても、そうした職業の人が子供を傷つける事件は日本でも後を絶ちません。子供を預ける時点でその相手が危険だと見極めるのは容易なことではないでしょう。皆さんはベビーシッターや保育士が子供に暴力を振るう現状をどうすれば変えていけると思いますか？22センチ間隔で切り揃えられた27個のバラバラ死体。解明されなかった真犯人の正体とは。1994年4月23日、東京都三鷹市、午前11時、井の頭恩賜公園の野外ステージ付近に響いた女性の悲鳴。声を上げたその女性はステージ脇に設置されたゴミ箱の前でその身を震わせていました。彼女の目には何重にも重なったビニール袋が。その中には紛れもなく人間の足首が入っていたんです。警察が捜査を進めると、公園内の7箇所のゴミ箱に合計27個の遺体の一部が遺棄されていたことが判明。花見の名所として知られ、日々多数の人が訪れる井の頭公園をわざわざ遺体遺棄現場に選んだ犯人の行動はいささか奇妙に思えました。ただこのことは事件の奇妙な点のほんの一部でしかありません。何より不可解だったのは、27個の遺体が全て22センチ角に切り揃えられていたこと。公園のゴミ箱から見つかった22センチに切り揃えられた遺体、隠蔽工作にしてはあまりに異様なその犯行は、一体誰が何のために行ったのか。
解明不明とされていた事件の裏で密かに怯えていた人物とは。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。